ィニッシュに向かってくる。16秒台出るか。まもなくフィニッシュに向かっていくところ、時計はどうだ、ホーム15秒台できた。先ほどご紹介いたしました交代電記録、そして日本記録としても刻まれています志摩総合の1分16秒926を上回ってまいりました。どうぞ大きな拍手をお送りください。落ち着いてアップができていたので、時間何分前っていうのを自分たちで決めていたので、そこは焦らずに調整できたと思います。斉藤学院、ユーチューブ高木俊です。最終組第8組です。桜井選手電車を済ませください。候補がペースを上げるか。残り1周下っていくところ、時計はどうだ、ほぼ15秒台できた。東北高校、松山、城南と3チームにつきましてはメダルセレモニーの予定でございますので、フィールド内にお残りください。1分15秒台を出しました東海電記録、そして日本記録も更新の素晴らしい時計となった模様です。熊本九州学院おめでとうございます。それではこちらもまずチャンピオンジャージが送られてまいります。さあそれでは袖を通していただきましょう。さあそれではチャンピオンジャージ袖を通していただきましたところでゴールドメダルが贈られます。メダルに続きまして副賞といたしまして岩井商会様よりボンピが、そして深谷智弘賞といたしましてヘルメット、村上義弘杯として優勝カップ、こちらが贈られます。深谷総合広賞としてヘルメットが続いて OBK 様より贈られます。そしてこちらが岩井商館様よりポンプでございます。それでは1位のところ表彰台にご登壇ください。さあそれではこちらスタンドの方からも大きな声援がかかりました。どうぞ大きな拍手をお送りください。1位になれてとても嬉しいです。その通りの結果がつながったと思うので良かったと思います。目指していた目標のタイムを切れたので嬉しかったです。次の大会が必ずあると思って絶対に心だけは折らないように頑張りました。自分たちの目標を見失わずにそれぞれで努力ができたので良かったと思います。自分たちのためにこうやって代わりの大会を開いていただいたので、それに向けてベストを出すように全員で協力して練習ができたと思います。2ヶ月ぐらいはもうずっと各自練習だったので、もうそれぞれが自宅とかでできる練習をしていました。全員でまとまって練習ができないので、やっぱどうしても、練習意欲っていうのはやっぱり全員でやった方が出ると思うので、そこはやっぱり自分たちで、同じように目標を持って各自で練習できたと思います。絶対記録が出るって信じてたので、いつも通り走れたと思います。最後の大会で、3年生3人しかいないんですけど、3年生3人全員で、1つ記録をつけれたのでとても嬉しいです。3年間の努力が結果につながって日本記録が出たので良かったです。3年間目指した日本一が達成できたことにとても嬉しいです。2階建ての部分も、1階建ての店舗も、どちらも1階は全部浸水して使えない状態になりました。まずは仲間3人で気持ちを切らさずに行こうっていうのと、親に今まで連絡したら、気にせずに頑張ってくれることが一番嬉しいって言われたので、まずは全力で飛び込もうと思って、高知ので進学をして地元から離れてきたので、やっぱそういう形で貢献できたので良かったと思います。自分は今年競輪選手の養成所の試験を受けるので、今年しっかり受かって2年後にはデビューして、そこでまた競輪界で活躍できる選手になりたいと思います。自分も養成所を受けるので、キャプテンの松本に負けないように頑張ります。自分は大学進学をするので、2人に負けないように自分もインカレの場で日本一を取りたいと思います。3人しかいないので、もう替えがないですから自覚を持ってですね、あとはその過去の先輩たちのタイムに勝つんだっていうことで目標を立てましたので、それをクリアするためのことはやってきたっていうことを信じて、生活をするっていうことをやってきてくれたんで、多分今日この場で信じれたんだと思います。仲間のことと、やってきた日々の生活ですね、学校生活も含めてっていうふうに思っております。その間はもう完全にまず命を守るための行動をっていうことと、家の掃除とか、あるいは自分で自宅でできることをやりなさいということで、特にメニューを与えたりとかはやっておりません。でその時も本人たちがやっぱり今までより一番強い九州学院のうちの部活の中の先輩たちよりも、強い学年になるんだっていうことを約束をして、それが力を披露する機会がなかったとしても、あの時の学年は強かったよね、いいチームだったよねっていうところを目指しましょうということでやってきましたので、それを信じてですね、彼らがやってきたのが、今日の結果につながったと思います。そうですね、嬉しかったですね。本番で一番のベストタイムを出すっていうのが、本来、あり方だと思いますので、そのためにしてきてるわけですので、それが間違いじゃなかったということだと思います。That's the 広報強化企画和田橋本さん。大会で団体、個人それぞれで絶対優勝するっていうのを決めていたので、そこは仲間と自分で短距離をしっかり取れたので、そこは大きかったかなと思います。3日間を通してやっぱ初日に日本新記録で優勝できたっていうのはやっぱりみんなにいい流れを持っていけたと思うので、そこはチーム全体でやっぱり協力してできたところだと思うので、チームとしてまた成長できたかなと思います。まず兄を抜くことが一番最初の目標で、S級のトップの方でしっかり活躍できる、見ながら強いって言われる選手になりたいと思います。素晴らしい記録が必須となりました。チームスプリント1位、3位、3位の皆様方、おめでとうございます。